ようございます。朝8時57分ちょっと早起き、一日頑張りましょう。ほら頑張れ俺。じゃん、今日の仕事です。読めないや書かないとバカなんで忘れるんで書き出します。はいはい、お昼の選択肢が塩焼きそばとスープヌードル、シーフード、それから残ってるパスタ、ちょっとめんどくさいな、仕事あるし、あともう一個選択肢があって、後輩のアミカがくれたいちごのカレー、怪しいんだけど、おいしいよって書いてあるけど、じゃん、結果、シーフードスープヌードル。これお湯入れすぎそうだな。いただきます。シャン様、カップヌードルかよっていう声が聞こえるけど、お昼食べること自体が珍しいです。なのでご愛嬌、ご愛嬌違うかな。あっ、はい、現在12時半とですね、全く遊んでる余裕がなくなってしまいました。頑張ります。1時50分、今日打てちゃった。1時50分です。1個目の仕事が片付きつつ、桶が上がったので鼻歌でメロを考えます。やっと息になったよ。大して変わってねえか。外の空気を、仕事も一個片付けたしね。行こうか。いや、時刻が4時を回っています。今2つ目の仕事中でございます。ちょっとロックなやつやつって何だ。頑張ります。どうも、8時半夜起きてから12時間ぐらい、全然仕事が追いつきませんでした。ということで、今日は寝ないで頑張りたいと思います。とりあえずご飯食べたいです。こんな感じでまた会いましょう。寒いでした。バイバイ。